ノイズさんとの出会いについて教えてください。僕は地元も全然違くて、高校生から知り合って、僕はそんなに学校でも陰キャの方だったんで、もう憧れの存在だったんですよね。で、大学はお互い別々なところを行ってて、たまたま就職先が一緒で、で僕の方が若干少し早く入社したんで、あ、入社っていうか内定したんで、もうみんなにちょっと僕の知り合いが来るからってみんなに伝えて、もうほんとみんなにして、いざ会ってみると、あ、よろしくって、高校一緒だったんだけどって言ったら、もうすごく、はぁ、みたいな、お前誰だよみたいな、気安く俺の俺とダチとか言ってんじゃねえよみたいな、俺とダチになりてんだったらこっちこっち持ってこいって言われて、とりあえず手持ちの3万円包んだら今仲良くさせてもらってます。今は月2万までちょっと友達価格で負けてもらってますけど、いつもお世話になってます。どうしようどうしようお前ここで一番今までで最大級に持ったなって思いました